アッサイエの戦いは、1803年9月23日に、インドのアッサイエにおいて、シンディアカ及びボーンスレー家の連合軍と、イギリス東インド会社との間で行われた、第二次マラーター戦争の戦いの一つ。同戦争における最大の激戦でもある。1803年9月11日、シンディア家は、イギリス側の司令官、ジェラルド・レイクの軍に、デリーの戦いで敗れ、 デリーを奪われて多くの犠牲者を出した。そのため、シンディア家は兵士をヨーロッパ式の不評と大砲を増やし、ボーンスレーケと共同戦線を張ることに決め、これ以降行動を共にすることとなった。すでに8月8日にイギリス側の司令官アーサー・ウェルズリーは13,500の兵を持ってシンディア家のデカンにおける拠点アフマドナガルを攻撃し、12日に占領した。 その後、彼は、ミザームハム王国の都市、アウランガーバードへと入った。シンディア家とボーンスレー家の連合軍は、アッサイエに陣を張って、そこで宿泊していたが、21日から22日にかけてその近辺では、イギリス側との小競り合いが起こっていた。そして、23日にシンディア家とボーンスレー家の連合軍は、イギリス軍とアッサイエで、交戦状態に入り、 全面衝突となった。マラーター側連合軍は5万兵と100機の大砲を持っており、対するイギリス軍は2不評連隊と1機兵連隊の計7000人、大砲は20機しかなく圧倒的に不利な情勢であった。アーサー・ウェルズリーはこれだけ兵力差がある大軍を相手にするには敵軍の側面をつくしかないと考えてクリシュナ側とかを観光した。この作戦は 見事成功し、正面からのイギリス軍の不評の突撃も相まってマラーター軍は大混乱に陥った。翌24日までに大勢の犠牲者を出したマラーター軍はアッサイエから撤退し、この戦いはイギリス側の勝利に終わった。ありがとうございます。